15秒ペースで、残りの3分間が5分45秒ペースになります。で、まあ、先ほど走っていただいたと思うので分かると思うんですけど、到達スピードが速いです。なので、6分15からや5分45に切り替わるタイミングも急に変わるので、まあ、ちょっとそこら辺は落ち着かないと思いますが、まあ、頑張っていきましょう。3、2、1、機械動きます。これで6分15秒ペースになります。これで最初4分間頑張りましょう。ペースアップまで10秒前です。5秒前、3、2、1、ペース上がります。1キロ5分43秒ペースです。これで残り3分間いきます。3、暑いっす。暑い。機械動きます。お願いします。ペース上がり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 ます。3分52秒ペースです。ペースアップまで5秒前、3、2、1、ペース上がります。3分45秒ペースです。ここで待って、ここで待って、2、1、ペース上がります。1キロ3分38秒ペースです。3時間53分30秒でした。でもあなたは我慢タイプということで、一番高いのが AT 水準ってなっております。はい、はい、VO2 MAX から見ていきます。でそこが 47.62 っていうことで、市民ランナーさんだと大体50超えてきたりするのが、まあ、一般的なんですよ。なので、まあ、その方たちに比べたら少し値としては低いかなっていう感じになります。まあ、その VO2 を高めるために何をすればいいのかっていう話なんですけども、まあ、基本的に上げられるのがショートインターバルだったり、まあ、レペティションだったりします。速いペースで走ると増やすっていう感じですね。はい、そうです。はい、わかりました。速い動作になりますと、またそれでランニングエコノミーも改善されるんですよ。はい、フォームだったり、ちゃんと設置の位置だったりとか、体の動かし方っていうのも、まあ、速い動きの方が洗練された形になりますので、そこでランニングエコノミーの方にも改善が見込まれるので、はい、その速いペースっていうのが何ぞやっていうのがこの数字、高強度っていう数字を目安にやりましょうねっていうことですかね。はい、大体速度帯で言いますと3分44から20ぐらいですかね。うん、はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ファイルに入れていただいて、はい、お持ち帰りください。はい、フィードバックシートいただきました。お疲れ様です。庶民ランナーです。本日なんですけども、今ご覧いただきましたようにですね、私が先日行ってきました、ランニングサイエンスラボでのですね、アビリティ計測の動画になります。そのアビリティ計測をやって結果こうでしたっていうのがちょっとお伝えできればなというところです。先ほどですね、このね、アビリティシートちらっとね、画面出てきたと思うんですけども、分かりづらい部分、見にくい部分などあったかもしれませんので、まあ、もう一度ちょっと繰り返しの意味でですね、こちらに出させていただきます。はい、
今回の結果に関してなんですけども、私の今現在でのフルマラソンのこう予測タイムっていうのが3時間53分30秒になります。ハーフマラソンが1時間53分24秒10キロが51分9秒、 5000m が24分39秒で、 1500m が6分44秒ということで、私はですね、我慢タイプのようです。ちょっとここだけ感想言わせてください。私ね、最も我慢できないタイプだと思ってたんですけども、まさか我慢タイプと出るとは思ってませんでした。普段練習動画上げててね、我慢できないタイプだと思いません、ね、私自身そう思ってたんですよ。我慢タイプだそうです。はい、測定結果いきましょうか。はい、測定結果ずらっと出ておるんですけども、もうザクッといきましょうか。 VO2MAX 最大酸素摂取量はですね、得点2点2点です。10点満点中2点ですね。で、次 AT 水準7点 85% で7点ということです。で、ランニングエコノミーですねが、まあ、点数としては4点と3点ですね。で、あと EEH っていう数値ですね、まあ、1時間でどれくらいカロリー消費するかってことなんでしょうか。これ810キロカロリーで6点ということになります。なので、五角形のチャートとしてはもう五角形になってないですね。はい、うん、なんだこれっていう形になってます。すごいいびつですね。で、現状の課題ですねというのは VO2MAX を改善するということですね。先ほど係の方から私も説明されている部分があったんじゃないかと思うんですけども、この VO2MAX を改善をすると、フルマラソンの予測タイムが3時間46分56秒、ハーフが1時間48分40秒で、5000m が23分38、1500m が6分27とのことです。それでですね、今回のアビリティ計測の結果に基づいた私のおすすめのトレーニング方法というのもトピックスというところに記載がありましてですね、長時間の低強度のジョギングや高強度のインターバルの量を増やすなど、まずはトレーニングの量を増やしてみましょうとのことです。なのでおすすめ練習としては2点、低強度のジョギングと高強度のインターバルということになります。で、ここでですね、低強度のジョグっていう、低強度っていうのはどのくらいなんだと。で、高強度インターバルなんですけど、高強度っていうのはどのくらいなんだっていうところがね、問題というかになると思うんですけど、そこの具体的な数値というのがトレーニング強度分類という項目に出ています。まずですね、高強度ですね、この練習をすることで、VO2MAX の向上、無酸素性能力の向上が図れる、向上を図るというのが目的で、トレーニング例としてはショートインターバル、レペティションになるんですけども、ペースが3分44から3分20です。これ係の方に説明をされて、私もね、確認をしたんですけども、これでこの認識で間違いないそうです。はい。で、ちなみに AT 水準ですねの向上ですとか、ランニングエコノミーの向上を目的とした練習はペース走ですとか、ロングインターバルになりまして、ここの中強度の練習のペースというのは4分25秒から3分45秒とのことです。そして低強度のジョギング、先ほどのね、ありました低強度のジョギングということで、低強度のペースなんですけども、目的としてはランニングエコノミーの向上で、トレーニング例としてはジョギング距離走ということです。で、ペースがキロ5分26秒から4分26秒超低強度というですね、強度分類もありまして、これは疲労回復を目的としたもの、トレーニング例としては LSD ということですね。ペースが5分27からになってるんで、5分27より遅くということなんだと思います。というですね、トレーニング強度の分類が提案されてまして、私は低強度のジョギングや高強度のインターバルということになりますので、低強度のジョギングっていうのはキロ当たり5分26から4分26の間でのジョグ、高強度のインターバルというのはですね、3分44から3分20でのショートインターバルになるんでしょうね、ショートインターバルというのがおすすめされております。で、これをすることで VO2MAX を上げて、フルマラソンの予測タイムを3時間53分からですね、3時間46分に上げていきましょうというのが今回のアビリティ計測の結果でした。このね、アビリティ計測を受けたのが5月の21日、先週の日曜日で、5月の下旬の日曜日なんですけど、
水野のですね計測を受けたのが3月の21日になります。なのでちょうど2ヶ月前だったんですよ。水野の計測での結果に関しては別途ね動画にしてますのでぜひそちらをご覧ください。この時のフルマラソンの予測タイムっていうのが、フルマラソンの予測タイムが3時間49分58秒、なんで3時間50分というのが水野の計測でのフルマラソンの予測タイムになりました。で、今回のランニングサイエンスラボさんでのフルマラソンの予測タイムが3時間53分なので、まあほぼほぼ一緒かなという結論でいいんじゃないかなと思います。ただしそれぞれおすすめの練習内容なんかが全然違いますね。そこは別にぜひ動画で見比べてみてください。以上ちょっと駆け足になりましたけども、私が先日受けたですねランニングサイエンスラボのアビリティ計測の結果の共有となります。どうですか皆さん、予想通りでした？私はね正直言ってこういう結果出るかなっていう私の事前の予想とは正直違う結果でした。皆様いかがでしたでしょうか。ぜひ感想などねコメントでいただければなというふうに思います。でこれを踏まえてねどうするかということになるんですけども、ちょっとゆっくり考えます。それはね、ちょっとおいおいちょっといろいろ考えてやっていきたいなというふうに思っております。ということでですね、本日はちょっと本当に駆け足になりましたけども以上になります。先日行きましたランニングサイエンスラボでのアビリティ計測の結果の共有会ということになります。なんかねいろいろなこういうなんて言うんでしょう、ランニングの走力をちょっとこう数値化していこうみたいなサービスというのがですね各社ありますけども、まずは水野とランニングサイエンスラボさんの結果はこんな感じということでですね、ぜひなんか皆さんがどのサービス受けようかななんていう時の参考になれればなと思っております。あくまでただ私の結果なんでね、皆様に当てはまるかどうかなんて思えないんですけども、傾向として参考になる部分があるんじゃないかなと思います。はい、ということで本日は以上になります。本日も最後までありがとうございました。それでは失礼します。